界遺産の森が育む豊かな自然が広がる徳之島。日本で12番目、南西諸島では西表島に次いで5番目の大きさを誇ります。海岸線はきれいなサンゴ礁が広がり、外洋は豪快な地形のポイントも。海の中は大物が現れたり、きれいな魚たちが群れていたり、迫力満点の場所からゆっくり癒しのポイントまで勢ぞろい。今回のウォーターワールドは奄美群島2番目の大きさの島、徳之島の豪快なポイントと癒しのポイントを潜ってみましょう。地球の約7割を占める水の世界、地上と違うもう一つの世界。不思議な地形、ロマンあふれる美しい光景、魅惑の水中洞窟。数々の水中生物、そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明。毎回世界の水の中を共に旅をします。今回のウォーターワールドは南西諸島に位置する徳之島。徳之島北部の豪快なポイント本原と、癒しのポイント手置き、美しい光景に心が癒されます。さあ、魅惑の世界の扉を開きましょう。鹿児島県薩南諸島4番目の大きさの徳之島。サンゴ礁に囲まれたこの島は日本でも西表島に次ぐ大きさを誇ります。船で沖縄から北上、約7時間の船旅です。徳之島に向かいます。徳之島一番の町、亀津の北にある亀徳港に到着です。亀徳港から北へ、今回お世話になるマリンサービスカムイに向かいます。徳之島で一番高い井の川岳のふもと、メインの県道沿いにあるマリンサービスカムイ。2020年に新築されたこの新しい店から今回の旅はスタートです。亀徳港から出港です。マリンサービスカムイの誇る大型ダイビング船カムイ2号で北部の海を目指します。世界遺産の森を左手に見ながら北上します。カムイのオーナー鈴木さんとスタッフの井上さんが今回の案内人です。走ること約30分、海の真ん中にポツンと岩が見えてきました。本原です。天候や潮の関係上、潜れる時が少ないこの場所、空中から見てもその風景にワ
クワク感が止まりませんね。トンバラ、徳之島一番豪快なポイントです。徳之島の北東にあって、小潮の潮止まりじゃないと入れないポイントですね。何が出るかわからなくて、何も出ない時もあるし、回遊魚がすごい来る時もあります。それは運次第、そんなポイントです。それでは行ってみましょう。それではエントリー。鈴木さんはドリフトダイビングなので船を操船、井上さんと一緒にダイビングだ。ゆっくり水深を下げていこう。魚の群れが見える。大型のハタがいるね。こちらはコショウダイの仲間の群れかな。ヨスジフエダイが群れている。黄色くて綺麗な魚だね。その先に蓬莱姫路の群れがいた。ヨスジフエダイと蓬莱姫路のコラボレーション。魚影が濃い。潮通しがいい証拠だね。ゆっくり進んでふと上を見上げると磯マグロだ。1メートル以上はあるね。2匹でゆっくりと泳いでいる。磯マグロ、マグロと名前はついているけど、同じサバ科の中でもマグロとはちょっと分類的に違う種類。同じ根のあたりを回遊する魚としても有名だ。だけど見た目もマグロ。この貫禄にはワクワクしてくるよね。こちらはマダラタルミの仲間かな。さあ、少し離れた根の方に向かってみよう。ここは流れが強い。海うちわがあるのも流れが強い証拠だね。潮が当たっているところには金魚花鯛が群れている。今度は潮に乗って外側を泳いでみよう。金魚花鯛の群れを見ながら泳いでいくと、チョウチョウウオの仲間が。みぞれチョウチョウウオ、そしてこの群れは黒天カタギだね。そして群れハタタテダイの群れ。すごく人気のある魚だ。すごい数だね。群れハタタテダイと黒天カタギのコ
ラボレーション。熱帯の海という感じがするね。いろいろな寝つきの魚たちが泳いでいる。さあメインの根の方に戻っていこう。いろいろな形の岩石が出ているね。これは石灰岩ではないかもね。昔ここも山だった証拠かも。この山の山頂にはやはり金魚花台が群れている。金魚のような色をしている花台。ただ正確にはあのクエとかと同じハタの仲間だ。下に行くと青い綺麗な魚、某映画で有名になった魚だね。ナンヨウハギ。とても人気のある魚だ。会えてよかった。このトンバラ、時には回遊魚が群れをなして現れたり、サメが現れたり、すごいポイントらしい。今回は磯マグロを見れたので、中性湖というところだろうか。何回もチャレンジして、すごい魚群を見たいね。最後は、昔山だった山頂に向かって、ゆっくり浮上だ。ここが昔陸だったと思うとロマンがあるね。トンバラ、豪快なポイントだったね。港から出港するカムイ2号。操船するのはオーナーの鈴木さん。冬場のクジラスイムでも発揮するその操船技術には定評があります。徳之島で唯一の大型ダイビング船は地元の住民にも大人気で、クジラウォッチングなどは地元住民であふれかえることもあるそうです。広い2階のテラスは夏は開放感抜群、冬はクジラの観察に最適ですね。船尾のしっかりとしたラダーはエグジットの時に力を発揮。真水の温水シャワーはエグジット後の爽快さを演出します。1階のメインデッキは広く使いやすそうですね。前方にはドライエリアがあり、濡らしたくないものを置いたり、冬場の寒い時期はこの場所が重宝します。船首は柵が設けてあり、ここからのクジラウォッチングもスリルがありますね。マリンサービスカムイの誇る大型ダイビング船カムイ2号、大海原を走るその姿も旅のワクワク感を演出してくれますね。それでは次のポイントへ。船はトンバラから徳之島北部の海岸線へ。南風が強い時に重宝する癒しのポイント、ペテ沖に向かいます。
手で置き、ここはですね、徳之島の北部にあるポイントで、ノコギリダイやヨスジフエダイの群れが見れる、ゆったりとした癒しのポイントです。一番最後のダイビングなんかに、ゆっくり潜るのがいいポイントだと思います。それではテテ沖へエントリー。トンバラと違ってゆったりとした空間が広がっている。ゆっくり進んでいくとウミガメが現れた。徳之島、ウミガメが現れる海としても有名。こういった時、急に泳いで追いかけてはダメだ。ゆっくり亀と同じスピードで撮影しよう。こちらもヨスジフエダイの群れが現れた。黄色くて美しい魚。ゆっくりとしたポイントなので、ヨスジフエダイもなんかゆっくりと泳いでいるね。少し進むと砂地が広がっている。白い砂地にヨスジフエダイ、いい光景だ。こちらはハマクマノミ、タマイタタキイソギンチャクに住んでいる。ゆっくり進むとまた魚の群れが。これはノコギリダイとアカヒメジの群れが混ざってるね。近づいても全然逃げない。釣り人がよくダイバーが潜っていると魚が逃げて釣れないと言うけど、実際潜ってみると魚は一定の距離は開けるけど全然逃げないんだよね。水の中は僕らダイバーより上っていうのを分かっているんだろうね。今回潜った時は天気が曇りだった。ここが晴れてる時潜ったら光がとても綺麗だろうね。鈴木さんがガイドをしている。今回のダイビングは鈴木さんのガイドに一緒についていくスタイルを取った。みんなが狙っているのはコブシメ、世界最大のコウイカ。みんなの邪魔にならないように遠くから撮影。一通りみんなの撮影が終わったらゆっくりと近づいていこう。コウイカとかイカに近づくとき、頭の先から近づくのが近寄るコツだ。足の方から近づくと思いっきり逃げていく。
しかし今回は頭の先の方になかなか行かせてくれなかった。ダイバーのみんなが協力して僕に撮影させてくれようとしている。ありがとう。近づけた。さあゆっくり戻っていこう。岩陰にもまたヨスジフエダイの群れが。ゆっくり近づこう。とにかく撮影をするときは魚に突進をしないことが重要。さあまた途中の砂地へ。何も出なくてもこの白い砂地に癒される。砂地にポツンと小さな根が。そこにヨスジフエダイの幼魚や群れハタタテダイ、ハタタテダイの幼魚が。なんか小さい生物もいるね。海蛇がやってきた。猛毒を持ってるけど牙が奥の方にあるのでウェットスーツから噛まれても歯が届かないと言われている。ただむやみに手を出すのはやめておこう。またウミガメがゆったりと泳いでいるね。本当徳之島はウミガメが多い場所。こちらにもノコギリダイの群れが。ずっと見ていても飽きないね。紫色の花鯉が群れている。これも金魚ハナダイなどと同じハタの仲間。ゆったりとした時間を過ごしてエグジット。本当に疲れた心をゆったりできる癒しのポイントだね。もう一つの世界、ウォーターワールド。水の中って本当にいいですね。トンバラ、テテオキの海いかがでしたでしょうか。トンバラ豪快でしたね。それでは、次回のウォーターワールドお楽しみに。